皆さんこんにちは。ということで今日は、友部ゆざきこさんに来ました。ということで、今日はですね、友部ゆざきこさんで抜きちょうちんセットをやろうかなと思ってますね。カスブラでもおなじみの、ちゃんしょさんこと檜山翔平さんもねちょっと来てくれるということで、後ほどね抜きちょうちんセットを教えていただきたいなと思います。とりあえず最初は一人でねちょっとやっていきたいと思いますので、たくさんね、ちゃんしょさんが来る前に早く釣りたいと思います。じゃあやっていきましょう。今日の餌なんですけど、今日の餌はまず粒せんと粒せん細粒を 50cc ずつ入れて、水を 85cc 入れます。そしたら10分ぐらい吸水させた後にセットアップ 50cc のバラキマハ 50cc のセット専用バラキを 50cc 入れて熊手でかき混ぜます。そういった餌にしたいと思います。食わせはつなぎ付けした力玉でいきたいと思います。じゃあね、セッティングがね完了したのでちょっと入れていきたいと思います。竿が島の屋根木の発色ですね。で、ミチートが 0.75 です。で、針が上が5号で下が3号で、12センチの50センチの段差となっております。で、餌落ちは食わせをつけた状態で2目盛りですね。じゃあちょっとやっていきます。友部ゆざきこさんはちょうどね2年前に初めてヘラブナ釣りに来たところなんですね。2年前の2月ですね。今2月なのでちょうど2年が経ちますね。成長してるのでしょうか、2年で。ついに当たりましたよ皆さん。今のめっちゃいい当たりでしたね。ちょっと食わせをちっちゃめにつけると当たりが出るようになりました。パターンだこれ。これついてたパターンですよ。それだな。いや、そうじゃない、食ってた。これね、イグってたってんですよ、皆さん。イグってた兆候。イグってました。ほら。やった。イグってましたけど。ありがとうございます。これはちゃんしょさんが来てくれました。こんにちは、はじめまして。こんにちは。よ。今日は一枚だけ
ついてました。すごいね。ついてました。ついてた感じです。マジで。はい。いいなやない。じゃん。今日はシャンシャさんに抜きセットを教えてもらいたいなと思いますのでお願いします。え、思ったよりもまともな仕掛け使ってるじゃん。え、ちゃんと作りました今日さっき。いいなやない。いいね。いいですよね。以上一枚ちょっと。ちっちょ。エサ落ちどこでしたこれ？エサ落ちは二つ。二つで食わせつけて。全部沈んでっけど。え、やばくないですか？これドボ中なんだけど。え、てか大丈夫そうじゃない？オッケーもらいました。エサはやばい。エサやばいけどね。エサ以外は。エサは。エサはやばい。なんか夏使うようなバラケをつけてる、ね。もうもっとね、もっと水入れた方がいい。ああ、わかりました。水入れるだけでいいですか？これいいね。こちらはなんと切りやすくね。はるか釣り具さんので。おお、これいいね。これいいんですか。おすすめです。これお世辞抜きでいい。なんかここの持つとこが、ね、あの鉄じゃないんだね。そうなんですよ。使いやすい。音もいいですよね。うん。他のやつなんかさ、はい、あれだよね。鉄だとさ、すごくいいハサミです。別に俺宣伝しに来たわけじゃないから。もう1個ぐらいにした方がいい。え、そうなんですか。あの、食わせつけて、一目指しってことですか。食わせつけて1個だよ。あー、抜きセットの時はそうらしいです。え、なんか閉まっちゃうの。食わせつけて1個です。ちょっとセッティングを変えていただいてます。これ有料だよ。有料なんですか。有料だよ。やっぱ後払いじゃん。後払い。やば。こんな感じ、こんな感じ。すごい。浮きを調整してくれて、餌もやってくれました。あの餌やばい、ちょっと。あれは夏に使う餌を私は使ってたみたいで。パサパサのやつ。ちょっと、ね、しっとりさせてくれました。え、やばい。天才なんだけど。待って。1投目で釣りました。しかも竿かけなしで。やば。大丈夫。え、すごい。おめでとうございます。もうさ、はい、めっちゃ練習したべ、はい、しました。カメラ回さないで。そう、めちゃめちゃしましたよね。めちゃしたべ。いろいろ言われながら、いろいろ怒られながらね。ちょっとじゃあ今まではさ、はい、それ違うとか言ってさやってたけど、はい、今度もうじゃあ餌付けからさ合わせまでさ、はい、全部一人でやってみ、はい、で釣ると、で釣ってみ。よし、じゃあ行きますよ。釣れた一人前も、はい、でも多分ね釣れると思う。普通にうまかった。お、いいよ。まあ振り込みは78点ぐらいだけどね。あとちょっと上がりました。風があったらどっちにやれって言ったんだっけ俺。すいません、風と向きの反対ですね。うん、風の向きにやる。浮きだけを。そう。マジで分かりやすいですよ。教え方。お、当たりそうじゃん。それさ、はい、もうさ、俺さ、教えたことできてない。今めっちゃ穂先張ってたでしょ、糸。全然馴染まなかったもんね。馴染まなかった。あ、当たりそうだよ。なんかタイミング悪く風吹いてきちゃったね。そうですね、うん、さっきまで見てなかったです。ちょっとやりすぎたね。ちょっとやりすぎたね。いいよ。お、いいよいいよ。どんどん手出してって大丈夫。はい、いいよ。で、魚がいなそうだったら早めに切っちゃった方がいいからね。はい、3回までですよね。そう。モンさんが餌付けしてる間にも餌がさ沈んでってるから大丈夫や。今水中に餌あっからいっぱい。え、魚がいって
は餌を超丁寧につけると。そうで、今魚があんまりいないからちょっと雑に、ね、そうだよ、それ雑すぎじゃねえ、落ちたよ、ね、いいですよ。そう、お、当たりそうじゃねー。お、いい感じにたるませてんじゃん。お、お、全然今見てなかった、当たった今ね、アングル合わせてた、まあ、ちゃんと食ってる？じゃーん、おー、ちゃんと食ってんじゃん、食ってます、やるね、すごい、元気ねえ、桟橋に絡まれてない？大丈夫？出てきた？おお。こんな元気のいいヘラブラも釣れます。伊崎子はね。そう、もっと言って、もっと宣伝して。伊崎子はこんな優しい宣伝も。たまに手出ますけど。もう一匹ぐらい言っとく？もう一匹ぐらい。もう一匹ぐらい言っとく？釣れそうですね。まあ今のマグレかもしれないからね。俺当たってるとこ見てなかったし。もう一匹釣れたら卒業だ。いいな柳、本当にそれ俺給食欲しいんだよね。カネアンチャレンジでさ柳の給食出てこないかな絶対それで今日ないですね。ないか、カネアンさんお願いします。カネアンチャレンジお願いしといてよ。ちょっとお願いしてきますか。じゃあ柳の給がいい、それかハサミそれどっちかだったらハサミ、ハサミか。いい感じだよ、いい感じだよ。お、それでいきそうだな。取れた？取れましたね。うん、でもカメラ越しだと全然わかんなかった今。優しくね、丁寧にね。オッケー。いいっすよ。そうそうそう、お、いいね、いいとこに浮きを落としましたね。ちょっとね、左目で投げました、流れが分かってきた、はい、やばいちょっと上げすぎた、上げすぎた、上げすぎた。いや、マジで釣れろ。頑張れ頑張れ、おい、完璧完璧、これこそいい当たり手出せたね、すごい、やったやるね。いや、まだ網に入った卒業おー完璧、おめでとう、おめでとう、やってくれました、やったー、やったー、かわいいヘラブラ卒業です。お、私はもう帰ります。じゃあ最後に釣ります、一人で何で一人で最後に釣ります。うん、一人で頑張って釣って頑張ります。おめでとう、はい、本当におめでとう、本当にありがとうございますもう一人で大丈夫だべ、そんだけできれば。いや、こんね、すごいいろいろ教えてもらったんで、レベルアップした。え、こんなになんか今までやってた釣り方が全然できなかったなと思いました本当にマジで
雑魚すぎてやばかった雑魚すぎた雑魚すぎてちょっともうバッチリじゃんえもうバッチリですもうバッチリじゃんマジで帰って復習します復習してはい本当にじゃあマジで分かりやすかったですありがとうございますお疲れ様でしたはいありがとうございましたはーいバイバーイ残りがね10分となったのでバリベロをね釣りたいと思いますたくさん勉強したのでよしちょうどね、今日の勉強の成果を見せたいので1枚釣りたいんですけど釣れるかな残り10分しかないからね最後のアガリブラはじゃん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 いただきますありがとう でここで今日は抜き提灯セットということで今日はやっていきましたけども今日はね動画に回ってないところでねすごいちゃんちゃさんがすっごい丁寧に教えてくれてもう本当に申し訳ないぐらいすごい丁寧に教えていただいてすごく勉強になったの でこのことをね忘れないように今日家に帰ってちゃんと復習して、ちゃんと紙に書いて次につなげられるように頑張っていきたいと思っています。で本当に最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。チャンネル登録と高評価とコメントをお願いします。ということで今日もありがとうございました。バイバーイ。